はい、こんにちは、ショートです。ポケットマスターソードシールドのシングルランクマッチやってきます。ダシャインベルダルを久しぶりにというか続きというか使ってるんだけど、難しいのはね、結局相手の金に対して、どう受けるかっていうと、攻め側をどう出していくかっていうところでね、難しいんだけど、レイジェル機が結構大敵になってて、相手出しにないから、ヌオを投げたいか、ランドルス投げたい、どっちかを投げたいなっていう感もある。で、相手のイベル考えると、あ、イベルじゃない、いや、クロード考えるとイベル欲しいから、ランド、イベル、ラッキーみたいな選手は全然あるかな。あ、割とそれが悪い気がするけどな。相手、ナットから入って、で割と安定っちゃ安定な気がするけど、多分エレキから来るんじゃないかな。僕ラントから入って、いやそこが難しいよな。地震打った時にラント出てくるとまあまあ困っちゃう話と、その辺の兼ね合いがね、なんとも言えないんだけど、まあでもラントから多分入るのが良さそう。裏にイベルノックまで確定で、いやさすがにこの辺ではさすがに僕が重いよな。ラッキー選手でしょ。いや僕視点で、ね、何が難しいかっていうと、ザシアンが相手の近辺に全然育ってない話があるんだよね。今はスパイス判定してトンボで削ってからラッキー引けると全部解決するんだけど、今流行りの絶対レードかユオガは、絶対に許さないと。こうね、受け駒の選出が難しいよな。まあトンボからで、まあスカーフ持ったランドロスとかイベルダルもそうなんだけど、そのトンボでオーガを削ってからゲームを始めれるっていうのが何よりも偉い気がしてるけどね。潮吹きの威力下がるからラッキーがだいぶ行動に余裕持てるっていう。相手ここ引いてくるなら引いてくるで、僕はあのイベル展開するか、まあ一回ラッキー出してステロマキに行くかっていう展開選べるから、まあでイベルが基本的に強いから、あの何が一般は増えてきてもまあそんなにっていう話はあるね。大がこんだけ削れたのはまあまあでかくて、ここラッキーですね。で、これステロ巻くと火薬がほぼほぼ問題なくなるから、まあ、だいぶ楽な展開には持ち込めるかな。この辺から、これはあれだね、ヒットポイントの量に関わらずダメージを一定程度与えれるっていう賢い技なんだけど、ここステロ巻きかな。ここね、アンドロスが出てくると困っちゃうんだけど、まあそうだよね。ただ僕ステロ前って割とゲーム的にはそんなに悪くない形になってるはずなんだよね。でここでステロ前ってこれが正解じゃない限りは、あのラッキーがねこの環境入れる意味はなかったから、これで成立しないと僕無理なんだよね。ここは一回ランド経由で、ラッキーはまだ大金投げるから切れないのと、ランドがここ、剣舞から入る前に関しては、まあ一回威嚇巻いてからじゃないとちょっと無理があるかな。で、僕のね、ランドがスカーフってバレてるかどうかによってだいぶ話変わるんだよな。だから僕ランド切って、イベルでダイヤモンド切って、ステロを絡めて、で、まあそこそこいいゲームになりそうだけど、ね。で、こう相手がね、まあ剣舞だよな。これ以外は全部楽なんだけど、この剣舞がめちゃくちゃ辛い。まあでもここ多分雪崩打ってっていいんだと思うけどな。だいま切ってくれるならそれをそれで構わないから、僕絶対上から動けるっていうのと、イベルでだいま切って切り返せばいいから、まあ、とりあえずは、返しのイベルが多分止めれないと思うんだよな。Z を押してさえしまえば、裏にレジェル切るとまあまあ困るんだけど、威嚇一応入ってるからね。まあ割と僕ここあれかな、ランド、いやラッキー切りにかわしちゃったかな。まあ、スカーフとは僕がダイマ切りかわしちゃったかな。相手がダイマ切ってくるの一定を見ながら空を飛べて別にかわなかったんだけど、それはちょっと難しくて、とりあえず削れる。ちょっとさすがに無理と。で、大川、ラッキーで詰め寄るから、ここイベルから入りたいから。一応ね、威嚇入ってるの聞いてると思ってるけどね、割と。相手、ジェット打ってるでしょ。ここもジェット打たなきゃいけないんだけど、
りあえずまあウォールからかな。ランドロスのダイマックスターンをしのがなくてはいけなくて、で大間に対してどうするかだな。ただダイマックスなくて僕アーク多分ぶち込めるんじゃないかな。アーク切ってランド倒せるならアーク切りたいけど多分さすがに届かないでしょ。まあ大間に対しては一回引いてからかな。相手金殿みたい投げるかな。もう一体が誰かによると思うんだよな。ロックロックなら僕ジェットでいいな。ジェット打ちに行くか。相手が上から動くはずで、いやプライチがねさすがに重たいな。だから弾じゃないからゲームのヒットポイント的には若干余裕あるはず。でまあ大川をどう処理するかって話になるかな。相手マジか、さすがにこれ絶対落ちるよ。地味なんていうか流れは配らっては別に構わないから、僕どっちかっていうとこうしたかったんだよな。試合展開的にはこうジェット打ってよくて大川に対して向かう動きなんでしょう。あーそれはちょっとやだね、ちょっとやだね。まあ空を飛ぶクラウンはしょうがないか。デスウィングで、でこれ S 上げれなかったから大場に手引かなきゃいけないな。強くてこれが普通に強くて落ちないよな。さすがにギリギリ落ちないよな。冬打ちとかあるとね世界全然違うんだけど、流れはギリ耐えるかな。いや、プライチだからちょっと怪しいけど、ちょっとどころじゃない、だいぶ怪しいな。神はい、神。いやー、不意打ち。でも、雑誌を考えるとさ、熱風切れないよな。かといって、フル当たりしてモールなくなるんだったら、なんか、もうちょっと型変えたくなる気がするんだよな。そこはなんとも言えないけど。とりあえず、では僕、イベルは大場に対して一回引かなきゃいけなかったから、割とそれはね、まあ大場の方によるんだけど、相手釣れるんだよな、ここ。まあそう来るよね。僕、こうラッキー引き右目だからな。割とここが難しくて。ダイマックスがないとね、出れたらもう何とも言えないところだけど、相手裏誰かによるな。僕、ラッキー引くのこう右目だよな。一回突っ張りたいんだよね。相手裏に何にしても明るい突っ張るか、多分相手釣るでしょ。そうだよね、僕勝ち筋相手視点で追うならそうするから、まあ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 、これは僕かいやーこれをやる時点で構築としては全然何も良くないんだよね。僕は別にいいんだけど、これでも構築が良くない。これをやらなきゃいけなくなってる以上、何もこう、なんて言うんだろう、構築としての立場で正しさが存在しないよね。まあ、ラットは HP ならだいぶでかいから、で、オーガ結構ステロも入るから、相当楽になる。アクハ入って、なんなら落ちるね、OK。僕が上手いだけだ、これは。これは、構築の弱さをね、僕の技量で補ってるからね、こういう試合本当に良くない。あのね、勝ってるんだからいいじゃんとかって思う人もいるかもしれないけど、僕は本当にこういう試合を嫌って憎んでいてね、何も良くないと考えてるからね。あの使う人のね、技量で勝つ構築っていうのは何も構築としての素晴らしさ存在しないから、誰が使っても強い構築っていうのは僕はいいと思ってる。まあ、壁、勝ちです。構築にこう含有されてる立ち回りとしては美しさが何もないんだけど、僕が上手いから勝ちです。 OK、 もう一戦行こうか。僕が強いだけ。うい、お疲れ。はい、でその続けて2戦目やっていきます。
また理事駅とだるまがいるっていう非常にこうなんともしがたいちょっとこれきついな、さすがにどっち出てきてもちょっと無理あるな。ランドスイ君って投げなきゃいけないけど、そんなを打者に勝てるわけないんだよな。これちょっときついな。選出をよくじっくり考えたい。ただ積み技がある子もいないから、やる気壁じゃないでしょ。後ろから出てくることも全然あるね。いや、だるま考えると、とりあえずでは僕ランドから入っておきたいから。ランドから入りの、打者引きでいいか。そこはちょっと立ち回りで、相手が天才プレイヤーじゃないんで、ね、勝てるしかない。で、あと初手で気にしなきゃいけないのは多分ゲロゲなんだけど、まあ、スイ君投げたらそんなに解決になるかって言われるとっていうと、まあ、ザシャンデーしたね、僕、ランドで一回突っ込んじゃえばいいから、そんなに問題ではないんでしょ。まあ、そうなるとイベルなのかな。ゲロゲだいぶ重いよな、ランドイベルザシャンって選出すると。いや、でもスイ君投げて、何の解決になるんだって話はまあまあある。ああ、でも割とスイ君ありか。ランドに対して突っ込むのは水か氷でしょ。スイ君投げて、イベルの方が強いと思うけどな。で、僕ね、今まで使ってきた受けループっていうか、なんで受けループが好きかっていうと、立ち回りがね、非常にシンプルで、決まったことをやるだけだし、その決まったことっていうのが分かりやすいから、誰が使っても多分、まあ、レート2000、そこそこ普通にちょっと、僕もやったことある人なら、レート2000とかまで問題なくいけるような感じだと思ってるんだけど、それが僕非常にね、いいと思って、そういうあれもあるんですけど、ちょっと待った、ここね、ショットタイムケアしなきゃいけないな。だからね、試合中にこう、相手の行動を読んで勝つっていうのを何も僕は良くないと思ってて、相手が何をしてこようと、構築として決まった動きをして、それの手順通りやれば普通に勝つっていうのがね、一番いいと思ってるんだけど、ちなみにゲロゲは重いね。1回入ってるから物理型はケアできてて、特殊型の時が困るよな。でも物理型に見えるけどな、まあ、トンボから入るか、威嚇入れてるし、とりあえずね削って、ダイマックスしてないのか。これ僕ザシャン引くべきやな。ダイマ切ってないなら一回多分ザシャンでいい。第一とか自信はないんじゃないかな。ランドルス対面だし、せめて水技なんだけど、こう処理できるならね、ザシャンで打ち合っちゃっても割といいかな。電気玉が飛んでくる、それは一番嫌な展開かな。考える最低最悪って感じが来たけど、あーどうしようかな。かといって多分水技以外飛んでこないよな。まあイベルが食らうよりは100倍マシか。じゃあ出来っていいかな。いや、だその方のそうだね、ダイマックス切らないよね。そのゲロゲは捨てろ、投げつける捨てろか。だから出しないより遅いことが分かったから、とりあえずここ上から処理しちゃって、イベルが割と困るっちゃ困るんだけど、まあ裏で処理するか、頑張って。ステロ巻かれるとね、イベルがどうしても動きにくいんだけど、まあ3台がいるわけじゃないから、そんなに私はマヒンダイのめちゃくちゃ偉くて、まあ、裏から誰が出てくるんですかっていう話だけど、このゲロゲーちょっと強いよね。でもさ、ランドルスにそれ投げつけてさ、まあ、ダメージ取るのはいいよ。僕自信を教えたら、それ初手ダイマーをケアして僕が動くっていう前提でさ、君ゲームプレイしてるけどさ、それしない人 いっぱいいるからね、普通にこの世の中。それを前提にさ、人生生きていこうとしてるの、本当にそれでいいのって気がするけど、これミミッキーの方が多分早いかな。あー、そのミミッキーだよね。これさっさと引かなきゃいけないんだけどな。あーファックだな。こういう構築を使う輩が本当に多いね、このご時世。呪い、これどうするかだよな。とりあえずここ動いてもらわないと絶対無理で。 OK、 動くのはとりあえず
シャン削れちゃうんだけど、痛み分けをタイミングでランドロスを着地させるべきかどうかっていう話かな。まあ、ヒッテル打者が盤面にいるよりはいい気がするけどな。かといってな、耐久振ってる打者じゃないから、ちょっと削れたやつを残して、何かいいことがあるかって言われると、むしろ僕、多分これね、ランドロス裏に残すべきだと思うんだよな、レジェ歴とかの線まで考えると。割と突っ込むべきで、なんなら多分打者切った方がいいかな。で次通るんだったら、化けの皮まで割れるから、それはそれで打者切りながら、裏2体に対して、入れるプラスランドロスでいいんじゃないか。とりあえずここ動いてくんないと話にならない。ここ痛み分けのターンだから、ここだね。頼む。本当に動いてほしい。今後10年が決まるぞ、これで。痛み分け。まあ、ウィットもそんなに回復しない話があるなと。オッケー、とりあえず化けの皮割れる。これがめちゃくちゃでかくて。座車なんならボタン落ちてもいいな。あ、落ちるね、これ。入れるで処理すればいいかな。イベルザシャンって言ったら多分詰め切れると思うんだけどな。まあ、ステロがあるのがちょっと気がかりだが、ステロが若干気がかりだが、イベル投げて、ちょっと微妙か。だるまを考えてるんだけど、でもイベルから入るしかないけど、ラストだるまってことないんじゃないかな。そうやったらちょっとだるまから投げて受け駒1枚は入れて、でザシャンに対してはフルドラで突っ込んでミッキーで対面処理作業できるから、そっちのルートを前提にするんじゃないかな。とりあえず赤、あーでスイングでもよかったか。でスイングでもよかったな。回復するのか。まあ誰もあったらちょっときついんだけど、誰もあったら早めに投げると思うんだよな。トンボでゲーム展開作れるのは強いから、分かったらそっちを選ぶね。ザシアン、ザシアン、これさ、僕バーン打つしかないけど、ステロがちょっと痛いな。ザシアンに対してはね、やっぱり無音に引く動きでゲームを作りたいけど、選出ができないんだよな。受けれる範囲がないからね。ここなんかさ、弱い技、いやー、ステロ分かれてるのつらいな。ステロプラスダッシュが強いな。あー、来た。めっちゃ相手甘えだね。僕のランドスカーフなのが、これは生きるかね。落ちてもいいんだけど、多分落ちないんだよね、これ。落ちるわ。配球振ってないやん、ダッシュ。でかい。乱の地震で多分落ちなかったから、削んなきゃいけないんだけど、なんとかあったね。いやー、攻める構築、ドキドキするから嫌だな、まあ。とりあえず、勝ったからいいんだけど、GG、お疲れっす。